インターンに参加していない日にちはほぼ1日もなく、自分自身のこう価値観だとか原体験とも重なる部分があるので、確かに素敵な理念だなと思いつつ、なかなか自分の原体験とつなげることができない。どうもこんにちは、旬ダイアリーメンバーのバラマツです。今回は合格者面接シリーズサンサン株式会社編ということで、実際のサンサンの人事さんと今1年目で働かれている方にお越しいただきました。サンサン株式会社さんはクラウド名刺管理サービスサンサンと、あとは名刺アプリの8、あとはクラウド請求書受領サービスのビルワンというものを中心に、今なんと時価総額が3764億円と急成長中の会社です。そんなサンサンさんの合格者面接を公開させていただこうと思います。今回ご参加いただいている人事の梅田さんからご紹介いただこうと思います。よろしくお願いします。私サンサン人事部で新卒採用の責任者やっている梅田と申します。よろしくお願いします。じゃあ続いて杉山さん、お願いいたします。サンサン株式会社のインサイドセールスを現在新卒1年目でやっております、杉山ゆりなと申します。よろしくお願いいたします。ちなみになんですけど、杉山さんがどんな風に就活をされてたのかっていうのを伺ってもよろしいですか？大学2年生の冬から就職活動を開始したんですが、最後大学3年生の末にサンサンに内定をいただいて決めたというような形になります。じゃあ3年生のサマーインターンとかもいろんな業界に参加されたってことですか？そうですね、2ヶ月間の夏休みあったんですけど、多分インターンに参加していない日にちはほぼ1日もなく、毎日インターンに行っていた日々だったなと思っています。全部で何社ぐらい受けられたんですか？社数でいうと本当に数百社単位になるのかなって思うんですけど、サマーインターンの時に行った企業でいうと20社から、秋インターンにかけて30社くらいは参加させていただいたかなと思います。結構選考ありだったり難関の企業も受けられてたんですか？基本的には選考ありの複数でのインターンに参加させていただいていて、早く就職活動を始めたりだとか、周りに就職活動について知ってる先輩も多くいらっしゃったので、その方々にアドバイスいただきながら選考と受けていって合格できたというような形になります。サマーインターンの1社でも受かるの結構大変だと思っていて、サマーインターンの結果をいろんな就活生に聞いてると、あんまりうまくいかなかったですとか、全然選考受からなくて本選考いけるか心配ですみたいな声も聞くんですけど、杉山さんがそれだけ選考通過できたのっていろんな人にアドバイスをもらったっていう以外にどういうポイントが良かったかなって。就職活動を進めていく上で、自己理解、他者理解という観点から会社のことを調べていく、会社理解ですかねとか、そういったところをこう注力してやられる方多いかなと思うんですけど、私は就職活動始まった段階から自分が将来どうなりたいのかだとか、どういうふうな働き方をしたいのかっていう自分について結構分析することが多くて、どの会社の面接に行っても自分自身の意思だったりだとか、こういう軸だったりっていうのをしっかり喋った上で、その会社ではどういうことがやりたいのかっていうのを重ね合わせて話せてたことが、一つインターンに合格できた大きな要因だったのかなと思っております。たくさん受けながら、そこの面接官の方にラリーといいますか、質問回答していく中で自分のこうキャリア感であったりとかが磨かれたっていうこともあるので、最初からいきなり自分の軸を決めてから会社を受け始めたっていうわけではもちろんないんですけど、自分の軸を考えたりとか、自分の生き方や働き方について考えるっていう時間は自分の中で非常に大切にしてきた部分かなと思っております。今見てる視聴者さんも、まあ、仮でもいいので自分の大事にしているところとかを持ちつつ、実際にブラッシュアップしていくのはいろんな企業に出会ったりとか面接でフィードバックもらったりする上でどんどん改善されていくんだっていう思いで、そんなに完璧じゃなくても経験を積むっていうのが大事っていうことですね。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。私はサンサン人事部で新卒採用を担当している梅田と申します。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、基本的には私から質問させていただいて、杉山さんからご回答いただく形にしたいなというふうに思っております。まあ、緊張しているとは思うんですけれども、リラックスして、はい、やっていければなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。急な質問なんですけれども、今のこう就職活動の軸だとか
こう見ているポイントだとかをお伺いしたいんですけれども、よろしいですか？はい、そうですね。ありがとうございます。就活の軸、土台として、私は、日本の働く人の満足度が低いとい う, こう社会課題にメスを入れられるっていうところが一番大切な軸になっていて、それに即したプロダクト事業であったりだとか、人や組織風土があることというところを就活の軸として置いております。ありがとうございます。先ほどのこう社会課題解決したいっていうお話あったと思うんですけど、はい、きっかけだとか思ったきっかけとかってあるんですか？そうですね、ありがとうございます。少し長くなってしまうかなと思うんですけれども、まずこう前提としてこう自分自身の人生のビジョンといいますかというところに、自分の物差しで自分の人生をこう彩る人を増やしていきたいなという思いがあります。まあ、どういうことかっていうと、自分の価値観だったりとか判断基準で自分の人生をこう豊かにしていく、他人の物差しや他人の正解を当てずに自分の人生を生きていく人を増やしていきたいなというふうにまず思っていて、まずそもそもなんでこれを思うようになったかっていうところなんですが、自分自身も振り返ってみると、学生時代であったりとか家庭の場においてこう先生から何かこう求められてるであろう自分であったりとか、家庭で親から求められてるであろう自分という、なんかこう自分の中での理想像みたいなところにこう自分を当てはめてこう演じてしまうみたいな子ども生活を続けてまして、その時って今を振り返るとすごくこう生きづらかったなってシンプルに思うんですね。で、まあ、なんでかなって、そんな中で大学生になってからなんですけども、一つこう大きな起点というかがありまして、まあ、それの内容としては、大学生になってから結構コミュニティというか人脈が広がるようになって、ヒッチハイクしてみたりだとか、海外で現地の人と暮らしてみたり、新しい人にこう社会人の人に会う機会が結構増えていく中で、一人一人幸せの価値基準ですとか、こう生き方のある意味こう正解ではないですけど、生き方っていうのは本当に一人一人違うんだなっていう、当たり前って本当に人それぞれなんだなっていうのをすごく思うようになって、その時にこう自分の物差し、他人の物差しや他人の正解で当てずに、自分の軸やこう自分らしい生き方を持って、自分の人生を自分で豊かにしていくっていうところが、すごく大切なんじゃないかなっていうふうに思ったのが、先ほどお伝えした自分のビジョンを考えついた背景になってるんですが、自分自身が会社で働いていく上で、人の働くを幸せにしていくことは、最終的に自分のビジョン、自分の物差しで自分の人生を彩れる人を増やすっていうところに間接的にでもつながっていくんじゃないかなっていうふうに思いまして、就職活動の軸として働く人の満足度が低いっていうところにメスを入れられるような会社を中心に見ているっていうような状況です。はい、ありがとうございます。ちなみに今の観点だと、例えばこう人材業界とか、そういった業界見られる方も多いかなと思うんですけど、杉山さんは見てたりはしますか？そうですね、実際に見てますね。ありがとうございます。まあ、その中でも、この IT の SaaS の企業のサンサン見てくれてるのはなぜですか？サンサンさんが掲げるミッション、出会いからイノベーションを生み出すっていうところにすごく共感していて、自分の中で今この言葉をこうどういうふうに捉えてるかっていうところなんですが、先ほどお話ししたように、私自身がもともと幼少期、子どもの頃にこう社会から求められる軸とか生き方っていうのをこう自分の人生に当てて、こう生きづらかったってお話しさせていただいてたかなと思うんですけれども、そこからこう自分の人生を生きていくことの大切さっていうのをすごい教えてくれたのって、人とか人との出会いだったんですね。異文化の人の出会いであったりとか、年代の違う人との出会いっていうものが自分のこう人生を豊かにしてくれたなっていう実感を持っていて、そういう意味でサンサンさんが掲げてる出会いからイノベーションを生み出すの出会いの部分を、きっとこの会社さんはすごく大事にしてる会社なんだなっていうふうに思うと、こう人と人とが出会って何かが生まれる可能性っていうのがを信じてる会社っていうところは、自分自身のこう価値観だとか原体験とも重なる部分があるので、そのあたりに強く惹かれて今受けさせていただいているというような状況です。ありました、ありがとうございます。先ほど軸をお伺いしたときに、まあ、人組織みたいなお話あったと思うんですけど、はい、その観点だと理想とか、こういう組織がいい、こういう人たちがいる組織がいいっていうのありますか？はい、ありがとうございます。そうですね、社員さんとか人で言うと、やっぱりその会社として向かっていくミッションだったりとかビジョンはあるとは思うんですけれども、ここでこう社員の方々が自分のこう働く
目的だったりとか、そういったビルっていったものを持ってる会社さんがいいなっていうふうに思っています。ちなみに、はい、それはこう何で思ったんですか？そうですね、シンプルに自分がこう就職活動とかをしていて、そうですね、していて、こう会社に会社があって自分のキャリアがあるっていう考え方っていうよりも、自分の人生なので、自分の中での人生の中でのやりたいこととか、こうしたいっていうことがあって、その手段として、その手段として会社があったりだとか、その自分のウィルとか意思があって、その方向が会社の向かう方向と同じだから会社を選ぶっていう考え方の方が、自分の中ではこう仕事を選ぶ上でしっくりきていて、そういう意味でも、そういう方々、価値観を持っている方々と一緒に働けたら、こう自分の将来やりたいことだとか、そういうことに関してもすごい話しやすい環境だったりするんじゃないかなっていうのは個人的に思っています。わかりました。ありがとうございます。ちなみに、まだ33のことはすごい深く知らないと思うんですけれども、はい、なんか33でやりたいこととか、こう、目下というかですね、直近でこれやってみたいみたいなものって、イメージでも想像でもいいんですけども、ありますか？そうですね、ありがとうございます。33でやりたいことというと、やっぱり私は結構プロダクトも見させていただいて、ているんですが、やっぱり33さんが出すプロダクトって、働き方を変えたりだとか、今までこう事務的に行われてきた業務を減らして、こう創造的な時間といいますか、本来こう割くべき時間、人間がいる価値というか、働く上でいる価値に割ける時間が多くなるってイメージを個人的に持っていて、そんなこう素晴らしいサービスを提供している会社の方々を支えるような、なんか人事として働いていきたいなっていうふうに個人的には思っていて、それはつまりイコールで日本の働く人の満足度を上げていくっていう活動と同義であると自分の中では捉えているので、現段階では333にもし入ることができたら、人事として働いていきたいなっていうふうに思っております。はい、ありがとうございます。はい、ということで、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで面接お疲れ様でした。学生目線で言うと、実際に落ち着いて話されてるところとか、理念をただ共感しましたっていうだけじゃなくて、なんで共感してるのかっていうのを自分の経験と紐づけて話せてるのがめちゃくちゃすごいし、なかなかできる就活っていないんじゃないかなっていうのも思いました。実際に梅田さんの方から、まず良かった点についてフィードバックをいただけたらと思います。やっぱり自分の言葉で語るっていうのは良かった点かなというふうに思っています。なんかこう迎合してエピソードを話すんではなくて、ミッションに重なっている、33のミッションが全てだっていう話じゃなくて、私のやりたいこととか、なりたい自分とか、理想の姿っていうのが33にあるんですっていう話ができていて、さらにそれが原体験から紐づいているっていうのは非常に分かりやすかったなと思っていますね。例えば33に入りたいとか、入りたい企業があるって思う方がいて、その方々が例えばミッションとか理念とか見た時に、確かに素敵な理念だなと思いつつ、なかなか自分の原体験とつなげることができない方の方が多いと思うんですけど、そういう方はどうすればいいですか？原体験があるかないかっていう観点じゃなくてもいいかなと思っていて、例えば未来っていうところに対しても、自分がやりたいこと、なりたい自分っていうところに強いちゃんと思いを持って、そこと重ねるっていうこともできるのかなっていうふうに思っているので、しっかりとそこを空落ちさせて、語れれば大丈夫だと思います。別に必ずしも何か強い原体験とかがなくても、今なんでその理念とか、ある特定の言葉とかに惹かれてるのかっていう理由を自分の中で腑に落ちていて、かつそれが伝えられれば OK っていうことですか？そうですね、自分の体験からなりたい自分、一旦33を忘れていただいて、自らの理想とかやりたいこととか、そういったところを考えた時に、じゃあ33だったら何ができるだろうっていう考え方を持ってもらえるといいかなと思っています。常に企業ありきとか、どうやったら企業に好かれるかなみたいに思っちゃうけど、一旦企業とは切り離して自分がどうなりたいかっていうのを言語化できることが前提として大事。私もよく受けてくださってる学生の方々には、一回忘れてみようかっていう話をしてます。じゃあ杉山さんが
どういうふうに意識して話を組み立ててお話しされてたかっていうところを学生に向けてアドバイスいただいてもいいですか。意識してたところは自分自身は面接練習とかたくさんしてきてるのでこれで分かってくれるだろうって思いで面接に挑んだりしちゃうこともあるかと思うんですけど、実際一次面接の時ってお会いする方って本当に初めてで、初めて聞く人がどれだけ分かりやすく自分の過去であったりとか話してることがこうスムーズに入ってこれるようになるかっていうのをいつも意識して練習してました。そのために就職活動時代に結構やってたこととしては、一つは結構動画で自分がどういうふうに話してるのかとかどういう表情してるのかっていうのは撮影して見てたりはしたかなと思います。一つ梅田さんに伺いたいなと思ったことが、33でやりたいことっていう質問があったじゃないですか。あの質問を受けた時に学生が考えそうなことって結構大きなことをやりたいって言った方が評価されるんじゃないかとか、ある特定の職種、例えば人事とかそういう風に言ってしまうとそこじゃない時に頑張れないかなって思わせてしまうかなっていうのでいろいろ考えてしまいそうなんですけど、そのあたりってどういうポイントを見てらっしゃるのかっていうのを教えていただきたいです。特に今松原さんが言ってくれたことは思わないかなと思っていて、やっぱりそこにはこう意思の部分がしっかりと乗っていれば本当にいいと思っています。杉山さんも事実先ほど人事っていうお話あったと思うんですけど、先ほどこう語ってくれた就活の軸だとかそういったこととかなりこう密接に関わっていると思うし、まあ、実際にこうやりたいんだなって本気度の部分は伝わってきたので全くそこは問題ないかなというふうに思いますね。一番その333が大事にされているのってまさにその意思とか意図みたいなところで、企業からどう見られるかとかじゃなくてまず自分がどうなりたいのかっていうのを自分の中で腑に落ちて話せてる方っていうのが、かつ333にそのやりたいこととかありたい姿がマッチするってなった時に初めて合格ができるっていうことなんですかね。やっぱり意思と意図っていうのをものすごく大切にしているので、まずはそこを自ら持つことっていうことを意識してもらえるといいんじゃないかなと思っています。改めて333が一緒に働きたい人ってどんな人かっていうところを伺いたいです。まあ、弊社もですね、本当にキャラっていう観点でいうとものすごくいろんな人たちもいて、さらに職種としてもビジネス系の方々もいればエンジニアの方々、研究開発の方々、デザイナーの方々っていう、まあ、多種多様な方々がいるので、それぞれちゃんとこう強みを持って、でさらに先ほど言ったこう意思を持って、来てくれる人たちをやっぱ求めてるかなっていうふうに思っていますね。自分はこうなりたいとかこういうことをしたいとかこうなりたいっていうのが、まあ、曖昧だとしても見つかるとして、それが333に合ってるかどうかっていうのは、なんかホームページ見たりするだけだとなんか合ってる気がするな、でも合ってないかな、分からないなっていう曖昧な状態になっちゃうのかなと思っていて、そこがマッチしてるって自分でも確信を持って面接に臨むことができるようになるためには、もちろん333に限らずどういうふうにマッチさせるっていけばいいのかなっていうのは気になります。前提、ホームページとかを見ただけで重なってるとか合うっていうことを認識すること自体は難しいかなと思っていて、今だったら様々な方法はあるので、33の社員に何かしらの手段で会ってみるっていうのは一つ手かなと思っています。面接って会社側が学生候補者っていうのを採用するか否かを判断する場だと思うんですけど、皆さんにとってもこっち側を見る場だと思うし、情報を得る場だとやっぱり思うので、私だったら今そういう状態なんですけどどうですかって逆に質問ができるか否か、面接中にその勇気は持って臨んでくれてもいいんじゃないかなと。自分がなりたい姿はこうだけど実際に合うかどうかっていうのをもう面接の場で聞いちゃうっていうのは斬新だけどすごく本質的だなと思ったので、それを33は受け入れてくださる会社だと思いますので、まあ、33に限らずそれを実践していただけたらなと思います。ということで今回は333の合格者面接を公開させていただきました。今回の面接で明日から学べるところがたくさんあったと思うので、皆さんもどれか一つだけでも真似して活かしていただけたらなと思います。
333どんな会社だろう、もっと知りたいなとか受けてみたいなって思った方はぜひ概要欄に採用ホームページだったり会社のホームページを載せているのでぜひともご覧ください。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。